さあ間もなくティップオフ。ここまで神戸2勝、静岡2勝、全くの互角。今ティップオフ。まずは左から右に攻める。さあトップの位置、堂原足元を追いかける。久竹の壁使いならここで加納が来た。うまくつなげたぞ、ダブルクラッチ久竹。ここは堂原のアシストもお見事。ゴール車は空いている。ブロープレーがいった。スキップして岡田、ゴール車、このパスお見事。ハーラーの得点。ハンドオフで受けて大塚、左ウィングで受けてブロープレー、ここでカールしながら、いやステップバック3だ。2本目ブロープレー当たってます。早くも個人、走っているポーターなんとか手につけて中アタックしてレイアップ。ここは相手のミス逃しませんでした。ポーター、さあ走ります。キャロライン、ライン際、体を翻しながら外振って、ポーターからもう一度外、つないの3で、これで逆転神戸ストーンズ。ここも中を固めています静岡です。なので外から狙う神戸、リバウンドポーター掴んでセカンドチャンスポイント。ここは静岡が取った。さあ岡田が走るぞ、金田が止めに行ったが外に振って、山田アトムのスリーポイントシュート、流れを切ります。山田アトム、すでに手元集計で9つ、ちょっと多くなっています。一気にアタック岡田、ゴール下空いているところを見逃しませんでした。ここでさあ5対4のアウトナンバー、コーナーから橋本、堂原まだ復帰できていない。コーナーブロープレーの3、今日3本目。ここも中を固めている静岡、佐竹に預けてポーター掴む、リバウンド争い、もう一度佐竹エンドワン。ゴール下橋本いいポジショニング、シンカーが近づく。第3クォーター3を決めている新川から山田智からロックパス、ここはハーラーブロックショット、パトリック、ハーラー絶対にさせまいと左手思いっきり伸ばしていったパトリック。ワイルドカード2位3位直接対決、外振って山田ディープ3が突き刺さる、ブロープレー残り2秒で打ってきた、決めてきた、ブロープレー今日4本目。そういったプレーに臨みます。さあブロープレーが最後、ここで試合終了のブザーが鳴りました。98対76、ベルテックス静岡。